F3 ハジサフィは、イランのサッカー選手。イラン代表。ポジションは MF もしくは DF。ユーティリティプレイヤーであり、左のミッドフィールダー、ウィンガーから守備的ミッドフィールダー、左サイドバックまでを熟すことのできる選手である。2009年にはゴールドットコムのアジア、最優秀若手選手に選出された。フーラットモバラケセパファン FC でのハジサフィ2000年から2006年に、 かけて、ゾブアハンエスファハン FC の下部組織に在籍、2006年にフラットモバラケセパハン FC に加入した。同年に、ルカ・ボナチッチ監督に見出されトップチームに昇格。トップチームに昇格した翌年には、AFC チャンピオンズリーグ2007で準優勝を果たし、優勝を果たした、浦和レッドダイヤモンズが、FIFA クラブワールドカップ2007の開催国であったため、 同大会に出場することができた。2006から07シーズンには得点がなかったものの、翌2007から08シーズンには6得点を挙げた。2007から08シーズンの最終戦となったペルセポリス FC 戦でも得点を挙げて、タイトル獲得に貢献したかに思われたが、その後決勝弾を浴びて、優勝は果たせなかった。2008から09シーズン以降も、 ミッドフィールダーとして活躍し、2009から10シーズンには左サイドバックのポジションでも起用された。このシーズンに優勝を果たしたセッパハンは彼と2年間の契約を延長した。2011年6月には1年半の契約でトラークトゥールサーツイ、e、FC にレンタル移籍し、アミルガレノイ監督に再会した。トラークトゥールはこのシーズンを歴代最高の2位で終えた。 2012年12月に契約が終了し、セパハンに復帰した。セパハンに復帰した時には、ズラトコクラニチャール監督が指揮を取っていた。シーズン後には2年の契約を延長し、2014年8月には契約が満了し、フットボールリーグチャンピオンシップに所属する、フラム FC が彼と契約する、間近まで行ったものの、労働許可証の問題から遺跡は実現しなかった。 2015年8月30日には2、ブンデスリーガの FSV フランクフルトと2年契約を結んだ。9月13日のアイントラハとブラウンシュバイク戦で途中出場し、ドイツデビュー。1週間後の20日の MSV デュースブルク戦では、左サイドバックとして出場し1から0の勝利に貢献した。その後、ハジサフィはセットプレーのキッカーになった。 2016年3月2日の MSV デュースブルク戦で初得点し3から3の引き分けに試合を持ち込んだ。3月13日には45メートルほど走って SC フライブルクから得点を奪った。しかし、クラブは3、リーガに降格。それによって彼の契約は解除され、自由契約となった。2016から17シーズンよりセパハンに復帰した。 2017年8月10日、ギリシャのパニオニオス FC に移籍した。2014年5月26日、アンゴラ代表戦で首相を務める、ハジサフィ 2014FIFA ワールドカップ、アルゼンチン代表戦でのリオネルメッシュとの、マッチアップ U-17 代表で、AFC ユース選手権2006に出場した。その後、U-20 代表、U-23 代表を経験した。 2008年5月25日のザンビア代表との親善試合で A 代表初出場。このアザディスタジアムでの一戦では2アシストを決め、3から2の勝利に大きく貢献した。その後6月2日の2010フィーファワールドカップアジア3次予選のアラブ首長国連邦代表戦にも出場した。アウェーでのもう一戦にも途中出場し、イランの勝利の一助となった。代表初得点となったのは、 西アジアサッカー選手権2008のカタール代表戦でこの試合でイランはカタールを6-1で破った。その後 AFC アジアカップ2011予選 AFC アジアカップ2011にも出場したが韓国代表に敗れてベスト16で姿を消した。2014年3月には57キャップ目となったクウェート代表戦で初めて首相となった。6月1日には カルロス・ケイロス監督から 2014FIFA ワールドカップのメンバーに選出された。初戦のナイジェリア代表戦では、フル出場指令から例の引き分けに終わった。次戦のアルゼンチン代表戦では88分間プレーしたものの彼が交代して退いた後に、リオネル・メッシに決勝弾を浴びて敗北した。その後のボスニア・ヘルツェゴビナ代表戦にも63分間。 出場したものの、イランはグループステージ敗退となった。2014年12月30日には AFC アジアカップ2015のメンバーに選出された。2015年1月11日に行われたバーレーン代表戦との開幕戦で開幕弾を打ち込んだ。アシスト数代表での得点一覧。ありがとうございます。